今日の試合では、スパイク、ブロック、サービスエースにナイス指先なんかもありまして本当に大活躍でした。ご自身では今日のプレー振り返ってみていかがですか？まあ僕としてもチームとしてもすごくパンサーズらしいいいバレーができたんじゃないかなと思います。はい、試合中に監督からどんなお話がありましたか？そうですね、まあ、まず相手のスパイクに対してブロックしっかりきれいに飛ぶとかそういう基本的なことをまず僕らができてないところがあるんでそこはもうちょっとまた明日への改善点にもなるんじゃないかなと思います。ただそういったところを試合中にも改善されていった感じが見受けられます。そのあたりいかがですか？そうですね、まあ本当に全員能力高いと僕も思ってますんでそこはやっぱり監督が言ったことをすぐコミットするっていうのはもうチームとしても掲げているんでそこはもう監督からの指示は確実に行うっていうのは決めてます。はい、ちょっと話は変わるんですけれども大竹選手今シーズンから背中の名前表示が一斉に変わりましたね。はい、はい、これはどういった思いで大竹から一斉に変わられたんですか？まあ、まず一斉っていう名前がまあ親がつけてくれたいい名前ですし、まあ、大竹はまあ父がいるんですけどその大竹よりやっぱ一斉っていうのを皆様にもっともっとしてもらいたいですしやっぱ一斉っていう名前が僕自身好きでかっこいいと思ってるんでこれからもそれをいろんな方に知ってもらうために背中の名前を一斉に変えました。はい、本当にね一斉さん素敵なお名前だと思いますので、ね、皆さんもそのように呼んであげて差し上げてください。さあ、明日もですねこのパナソニックアリーナでのホームゲームとなります。明日はどんな試合になりそうですか？明日もまた厳しい試合になると思いますけどパーサーズのバレーっていうのを常に貫き通して全員で強いバレーを目指して戦っていきたいと思います。はい、では最後になります。ファンの皆様にメッセージをお願いします。先週とまた今日とたくさんの方にこう足を運んでいただいたっていうのはすごく嬉しいですし皆様の応援が本当に僕らの力になるっていうのは毎回コートで証明してみせるので、明日もそうですしこれからもずっとパーサーズの応援をよろしくお願いします。ありがとうございます。今日のベストパーサー4番大竹一斉選手にもう一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。